ダンゴムシは名前に虫とついているが、昆虫の仲間ではなくエビやカニと同じ甲殻類である。日本に生息するダンゴムシの 99.9% は外来種である。ダンゴムシは食事は普通に口から食べるのに、水だけなぜかお尻から飲む。ダンゴムシは進む道でいくつかの行き止まりに当たると 80-90% の高い確率で左右交互に突き進んでいく。ダンゴムシは硬い殻を維持するためにコンクリートや石を食べたりする。ダンゴムシのうんこは集合フェロモンという匂い物質が含まれており、ダンゴムシはこの匂いを嗅ぐとうんこに近づきたくて仕方がなくなり、うんこを中心としたダンゴムシの集団ができる。ダンゴムシはイリドウイルスに感染すると体が青くなっていき、明るい場所を好むようになり、鳥に食べられる。ダンゴムシは生まれたばかりの頃は足の数が12本だが、成長すると14本になる。稀に遺伝子の変異で真っ白で目が赤いダンゴムシが発生する。タイにはみかんみたいな見た目のダンゴムシが生息している。イタリア西部などではシマウマみたいな柄のダンゴムシが生息している。南部鉄器みたいなゴツゴツでイボイボのダンゴムシがいる。タイの山岳地帯には丸々とコンペイトウみたいなダンゴムシが生息している。マダガスカルにはトゲトゲすぎるダンゴムシがいる。メキシコ湾などの深海には体長20から40センチメートルの世界最大のダンゴムシが生息している。